進化語族は消滅したメソアメリカ先住民の孤立した言語、または小さな語族である。S の老夫では孤立した言語とするが、実際には少なくとも4つの言語が存在したことが知られる。かつて進化族によってグアテマラ南東部エルサルバドルの大部分、ホンジュラスの一部で話されていた。進化語と他の語族との関連は実証されていない。バルター・レーマンは、 進化後、連化後と結びつけようとしたが、この提案は実証されたことがない。進化後はかつて孤立した言語と考えられていたが、近年の研究の大部分は実際には語族であったことを示している。クロッタローグにはこれらに加えて以下の言語がある。フラウケザクセによると、どの言語でも完全に流暢に話せる和社はすでに死亡し、現在の和社は反和社のみである。 新カ五族は、マヤ五族からの多くの借用語があり、特に農業用語に多い。このことは、マヤ人と広範な接触があったことを示す。16世紀に、新カ族の地は、太平洋岸から原ラパの山地にまで広がっていたが、1524年に、スペイン帝国に征服され、多くの人々は奴隷にされて強制的に今の、エルサルバドルを征服するために協力させられた。 サンタローサ県クイラパにある町、川、橋にロス・アスクラボスという名前がついているのはこのことに由来する。1575年以降、新家族の文化的な消滅の速度は増したが、主な原因は他の地域への移住による。このことはまた進化後和者数の減少にも貢献した。進化後に関する最古の記録は、1769年に、 タシスコを訪れたペドロコルテスイララス、ヒロツカサ教によるものである。進化後が最後まで話されていたのはサンタローサ県とフティアッパ県であった。1991年の段階で25人の和社しかいないと報告されていた。エンサイクロペディアオブランゲージアンドリングイスティクスの2006年版では和社数が10人未満と伝えている。 しかしながら2002年の国勢調査では16,214人の新家族のうち1,283人が新家語を話すと回答している。おそらくそれらは反話者か新家語のいくつかの語彙や言い回しを知っている人々であろう。2010年以前に流暢に話せる者は死亡し、反話者のみが残る。新家語族の言語はかつてはより広く分布していたことが、 進化後に由来する多数の地名から明らかである。これらの地名は、地名説当時合ある、さん、あるいは地名説美事具は、または葉によって表示される。進化後族の言語の音韻体系は、現存する二つの言語の反話者によって示されるように、違いがあった。進化後族には六つの母音があったことが、一般に認められている。進化後族の死因の数と種類は知られていない。 以下の表は、グアサカパン語の反話者が使用していたものである。スペイン語の影響の増大により、多くの若い反話者は、B、D、G、F も音素として持っていた。ありがとうございます。